こんにちは、森下アットホームの森下です。今回のテーマは冬暖かい家の作り方その2、断熱についてです。まあやっぱり暖かい家を作ろうと思ったら、まあ、断熱にこだわらないとダメっていうのはどなたも分かりますよね。でその中でですね、その一番の考え方のポイントについて解説をしたいと思います。まあ当たり前なんですけども、こう一軒の家があったら断熱材ってどこに入れるかというと、こうまず壁に入れますよね。こうやって入れていくわけですよね。そしてもちろんこの床か、もしくはこの基礎があるなら基礎の立ち上がりに関してこう断熱材を入れていくっていうことになるんですよね。そうしたら次はですね、まあ天井もしくは屋根に断熱材を入れていくっていうことになります。でこれはポイントに関しては当たり前です。こう切れ目なく、ね、切れ目なく断熱が連続するように入れるっていうことがポイントなんですよね。でもまあそんなこと森下さん当たり前ですよっていう言われる方に、もう一つだけですね、そのポイント、もっと重要なポイントについて知っていただきたいと思います。ちょっと説明していきますね。こう一般的にね、こう真冬の寒い日っていうのがあるんですけども、どんな日かちょっとイメージできますかね。これね、実はですね、真冬の一番寒い日っていうのはすごく天気のいい朝なんですよ。で、天気がいいってことは太陽がさんさんと照ってるのに寒いって、これ不思議なことが結構冬で起きますよね。そういうのご経験で終わりだと思います。でこれは実は、まあ、有名な自然現象でしてね、これが放射冷却って言われる自然現象になります。まあこうね、ちょっとこれも絵で描いてます。これ太陽出てますよね。で太陽パンパンパンって当たってんのに、なんでそういうふうに温度が下がるかというと、こう実は地球ってこう広いこう宇宙にこう囲まれてポンと存在してますんでね、宇宙の影響って受けるんですね。宇宙というのはマイナス270度C、まあ、いわゆる絶対零度ぐらい、もうこれ以上寒くないぐらい温度が低いと言われてます。でそうすると晴天の日っていうのはこの雲とかそういうのないじゃないですか。だからこう全然仕切りがないもんだから、もう丸々この地球上の表面の温度をですね、宇宙に向かってこう奪われる、奪おうとするという、そういう現象が起こるんですよね。これが放射冷却と言います。なのでそれを考えると、断熱切れ目なく入れただけではちょっと不十分なんですね。こう見られると分かりますけど、どこから一番奪われるかというと、ここから奪われます。ここからも多少奪われますけど、一番いっぱい奪われるのはここからなんですよね。なので冬暖かい家を考えるならば、この天井部分の断熱を強化しておく、まあ、僕の目安で言うと、まあ、壁をもし10センチぐらいで断熱作ってやるなら、ここはですね倍の20センチは欲しいところだなと思います。でこうやっとくと、この中を快適温度20度ぐらいに温めて、しっかり温まってますよね。それが冬の明け方だから一番寒い時じゃないですか。その時に放射冷却が起きて、ここから熱奪われようとするんで、これをかなり阻止してくれるわけですね。でそうすることによって非常に省エネ性も高くなるし、でここの温度が一定になりやすくなりますので、ここの断熱を2倍にするっていうことがポイントになるわけです。ぜひですね、この冬あったかい家が欲しいということになるならば、2つ目のポイントとして、この屋根の断熱を2倍以上にしておくということを覚えておいていただきたいと思います。このチャンネルは家づくりを始める方に知っていただきたい大切なことを解説しています。ご興味持っていただいたら、チャンネル登録をしてみてください。ありがとうございました。